あ、いや、なんでもない。ただ天気予報を確認していただけだ。あ、雪が降るかどうか確認したかったんだ。この前雑誌で見かけたのだが、雪の降ったブラックサンドビーチは幸せを感じ取れる景色として有名らしい。それでせっかくならその景色を君に見せてあげたいと思ってな。だが残念なことに、砂浜や近くの町の天気予報も調べてみたが、予報されていた雪は降らなくなってしまったそうだ。ではこのままの砂浜を一緒に楽しむとしようか。噂の景色を見せてあげることはできないが、私たちにしか作れない思い出もきっとここにはあるだろうな。いいぞ。で、何が書きたいんだ？俺は今はまだ内緒。それはどうだろうな。ただみんなが驚くかは分かんないけど、お前は絶対びっくりすると思うぞ。だから楽しみに待ってな。それは精霊の町だけに伝わる伝説だね。7種類の感情を表す精霊の祝福を集めることができれば、いかなる病も治せるという新薬を手に入れることができるんだ。存在するかもしれないし、存在しないかもしれない。でも僕個人の考えとしては、薬を手に入れるより人々に美しい希望を与えることこそがこの伝説の進化だと思っているよ。その希望によって人々は行動し、そしてその行動によって唯一無二の思い出を手にすることができる。そういうものは新薬なんかよりもよほど価値があるかもしれない。思い立ったが吉日と言うだろ。それなら今から行動してみないかい？もしかしてセテの滝がとある古い映画のロケ地になってて、今では時の果てに最も近い場所って呼ばれていること？俺を誰だと思ってるの？よし、それじゃあ今度は俺が質問する番ね。この場所が時の果てって呼ばれてるのにはもう一つ理由となる言い伝えがあるんだけど、二人で一緒に時の果てまでたどり着くことができたら、その二人は永遠に離れることがないんだってさ。あんたは
俺と一緒にその時の果てまで行ってみたくはない？
ええ、それは火山の噴火によるものだよ。高温のマグマが海水に接触すると温度が急激に下がって小さな溶岩ができるんだ。そしてその時にできた溶岩の粒がここにある黒い砂の正体だね。そうだね。それならこんな風に美しい景色を僕と一緒にもっと探しに行こうか。そうだね。それなら。あれはこの地域に住む子供たちがよくやる遊びだよ。クリスマスイブに靴下をベッドの横に吊るしておくようなもんだね。精霊がその花を受け取ってくれたら、送り主が一番欲しがっているものをお返しとして届けてくれるんだってさ。ないよ。精霊に花を供えるのは欲しいものが手の届くところにないからであって、俺の場合は違うから。なんたって俺が欲しいものならもうすぐ目の前にあるからね。なんか元気ないな。どうかしたのか？なんだ、そんなことか。それなら早く言えよな。じゃ、そろそろどこかで飯にするか。食い物なら、お前の好物ばかりたくさん用意してきたからな。お礼なんかいいって。それよりほら、あそこなんてどうだ？良さそうだろ？スカディ島には火山が多く分布していて、噴火した際は航空機事故につながりやすかったんだ。今より技術も知識もなかった時代、この島でも何件か大きな航空機事故があって、あれはその一部だろう。君は中に入ってみたいのか？大丈夫。入らずに横から中を覗くだけだ。危険はない。それに何が起ころうとも私がそばで守ってあげるから。
いいよ。どんな城にする？床から天井まである大きな窓や、高い高い煙突のあるおとぎ話に出てくるような城とか？確かそんな感じの城が好きだってあんた前に言ってたよね。心配しないでよ、俺がいるじゃん。あんたがイメージした通りの城を作るって保証してあげるよ。こんなにたくさん貝殻を買ってどうするつもりなんだ？もしかして何か困ってることでもあるのか？それなら心配しなくてもいいぞ。何があっても必ず俺がお前の味方になって守ってやるからさ。乗り心地はどう？楽しんでもらえているならよかった。
では、あなたの評価は？あなたは僕のパフォーマンスに高得点を出してくれるのかな？ここが気に入ったか？なら次の長期休暇もこの地へ来ないか？今度は二人だけで一緒に、まだ見ぬ島の景色を堪能し、私たちだけの時間を共に過ごそう。
お、また会えるとは奇遇だね。まあそんなとこ、あんたも誘おうとしてたんだけど、なんとなくわざわざ誘わなくても会えるような気がしてさ。自分でも驚いたけど、やっぱ俺の勘が当たったね。ごめんごめん、もうからかわないよ。それで流星群は綺麗だった？それじゃ俺が絵に描き留めてあんたに送ろうか？あんたのために描くんだったら全然大変じゃないよ。楽しみにしてて。嬉しそうだな。ここが気に入ったのか？なら、もう数日くらい滞在するか？小さい頃みたいにさ、二人でいろんなところに行って、隅々まで街を探検してみるか。俺たちがまだ見たことのないような景色が、ここにはたくさんあるだろうからな。いや、ただ運が良かっただけだ。何でもできるわけではないさ。少なくとも実現できていないことが一つある。それはいつか君もわかるよ。また会ったね。あなたも滝を見に来たのかい？なるほど。滝の水が強風で下から上へと吹き上げられる現象のことだね。唐突なお願いですまないけど、目を閉じて10秒間だけ待ってもらえないかな？あなたにちょっとしたサプライズを送りたいんだ。
Thank you.
Thank you.